雪村、来い、勝負だ。お前の勝ちだ、雪村。兄上、勝てるでしょうか。もちろんだ。私たちには親方様がついている。さて、始めようかね。時は戦国乱世、日の本各地で大名が覇を競いし時代。甲斐の虎武田信玄は越後の龍上杉謙信とたびたび激突。互いに力量を認め宿敵と呼び合う二人は信濃の領有権をめぐって激しくしのぎを削っていた。両者北信濃の川中島で三度戦うも決着はつかず、こたびの戦が四度目の対陣となった。謙信は南方の西助山に、信玄は東の海津城に布陣。両雄は動かず、膠着状態が続く。やがて信玄が動いた。真田信行、雪村の若き兄弟はその大きな背中に熱き視線を送っていた。武田の将、川中島の戦い。貫き通すは我が信念。真田の戦、共に示せ。この戦、キツツキ戦法で行く。心得た。別動隊は上杉本隊のいる西助山、謙信を八幡原へ突き出せ。本隊は海津城より八幡原へ速やかに移動。つつかれた上杉本隊を待ち伏せる。西助山への道塞がれておるか。中央砦を守る敵を退けて門を開けよ。川中島の重要だ。上杉に奪われたらおしまいだね。おやしつきせ。
通しが効かんね。山頂への道、敵多すぎじゃな。別動隊のため、ちゃっちゃと倒さんとね。お任せください。味方の進路、我が槍で切り開きます。本体間近で迫ってきたか。献身口は影勝様と私で守りきらん。惜しい。雪村、また強くなった。炎と燃えよ。また強くなったな。開門。剣心、城周辺に兵を伏せておったか。城の西側、がら空きになっちゃった。門を壊したと同時に軍勢を送り込む。この畳みかける攻めが献身口の神髄か。炎という強さよ。やりおる、見事よな。敵は火星。献身口の身が危ない。開門。霧が晴れてきたね。ん、あれは献身。キツツキ戦法に敗れた。全部武田本隊に突撃せよ。燃やし尽くせ。なんと剣心に裏をかかれたか。兄上、我が本体は布陣すらできていません。私が食い止めるゆえ、その間に対策を。我こそは信玄が弟信重なり。剣心の首もらい受ける。本体は剣心の猛攻を正面で受け止めよ。その間に最初山別動隊は二手に分かれ下山。本体と別動隊の二隊で上杉軍を三方向から包囲殲滅する。ここは誰も通さぬ。ここは当選簿ですよ。申し上げます、信重様、討ち死に。献身口の奇襲を受けて武田本体は大混乱だ。これ本体に合流。
食い止めないと。解剖さんの死に動揺するどころか戦をひっくり返しまった。さすが新元号。敵将撃ち取ったり。宿敵失策をここまで挽回したのは面白い。解剖わしに突っ込んでくる気かね。その戦術が軍神の名にふさわしい。敵将討ち取ったり。また強くなったな。なぜ相手となる。ただ雪村これにあり。無念じゃ。
の闘争、天に捧げる。重は勝利のためにわしのためにまっすぐ散りおった。まったく最後までよくできた弟だったよ。親方様、悲しくはございませんか？悲しんでる暇はないよ。一刻も早く王道をなさねば。どうした？戦が終わったばかりだってのに、もう鍛錬ですか？風に当たりたいのだ。火照った体を冷ましたい。戦場に立つと体が熱くなる。熱に浮かされたように。雪村様、熱くなりすぎなんですって。護衛するのも楽じゃないっていうか。疲れたのなら先に休むといい。そういうわけには。なんだって雪村様の忍びですから、おそばにいるのがお仕事です。そうか、頼みにしている。はい。冴えた軍略の応酬、まさに歴史に残る一戦だった。ここならいい勉強ができそうだ。ええ、武田家に仕官して正解ですよ。親方様がいる限り、甲斐信濃は安泰だ。それはどうかな。面の奥で光る目はそんなところを見ちゃいない。あれは天下を狙う獣の目だ。さて、甲斐の虎がどう動くか、信玄公の軍略学ばせてもらいましょう。